上上田田清さん無所属の上田でございます居心地のいい歩きたくなるまちづくりについていくつか質問したいところですがこの居心地のいい歩きたくなるまちづくりにはマスクは似合わないものでまずマスクについての質問をさせてください。えー、いわゆるアマスクは 介護施設等に配布するということで、3月16日から19日にかけて、6社と随意契約をして、3月31日にいわゆる履行期限、いわゆる引き渡しをすることになっておりましたが、4月30日から4月31日に、履行期限を延ばす再契約を結んでおります。緊急性をもってです、ね、随意契約だと まあ予備費による約200億円、本当にこれは緊急性と言えるのかと、オープンに入札ができたんではないかという疑念があります。また、補正予算では、既存の3社に加えて、新たに6社を加えて9社と契約をされています、補正分166億8千万は、そもそも契約日が5月13日から5月15日。 履行期限日が6月15日、6月30日、7月15日になっていますので、まさしくこれは全く緊急性がない、まさに随意契約は不当ではないかと、まだ経産省みたいにサービスデザイン協議会に丸投げしてないからまだましの方だなんて心と思ってるかもしれないけども。 しかしこれは明らかにですね、緊急性のない、オープンに入札をすべきものではないかと思っております。補正部分についてはですね、これはもうすでに会計検査院にですね、執行が終わってからじゃないと調査はできませんが、予備的調査をお願いしております。そもそも、こういう金額をですね、 166億からするですね金額を随意契約で、しかももうすでに5月13日から5月15日にかかって、この段階で緊急性があるというふうに、どこにそういう話があるのか、この件について、政府参考人にお聞きしたい厚生労働省大臣官房、矢上審議官。 お答え申し上げます。あのまず布製のマスクにつきましては、咳やくしゃみによる飛散を防ぎ、感染症の感染拡大を防ぐために効果があるというふうに考えており、あの積極的なマスク着用を現在働きかけをしているところでございます。あの全校向けの布製のマスクの配布につきましては、緊急事態宣言の解除後におきましても。 専門家会議で提言をされました、新しい生活様式で外出時、屋内にいるときや、会話をするときには感染拡大防止の観点から、引き続きマスクの着用、引き続きマスクの着用が有効だということ、それから今後も感染拡大が再燃する可能性もあるということ、こうした状況下で不織布マスクの需要抑制にも資すると。 いうことから引き続き有意義であるというふうに考えてございますあの感染防止の観点から緊急に多量の布製マスクを調達をして全国向けに迅速に配布する必要があったという状況を踏まえまして緊急の随意契約としたものでございます梅田清さん全然答えになっておりません7月15日に引き渡しが 履行期限になっているのはどこに緊急性があるんだと、それだったら公開入札で十分じゃないかと、これはもう国会を軽視している、会計検査院にいずれしっかり調査していただくので、覚悟してもらいたいと思います。とんでもない人のお金をなんだと考えているか、勝手に瑞形にして、もう少し考えていただきたいと思います。 それでは本論の方に行きます、えー、今回、居心地がよく歩きたくなるまちづくりのお創出うということでい,いろんな条件づくりをされております。えー、特に私はあの気になっているところでは公共空間のリノベーション交付金による支援とです、ね、それから 民間事業者が参入される場合、公共空間を提供するということを前提にして、固定資産税の軽減をすると、この交付金のリノベーションの条件、支援するという条件、それからまさに公共空間を提供する民間事業者ですから、その公共空間で当然、何らかの形で利益を得る ものをなくすわけですから、それに対する一種の保証的な意味での。固定資産税の軽減なのか。この意味はですね、よく不明なので。この考え方についてお聞きしたいと思います。北村敏局長。え、今回の居心地がよくなる、あの街中ということで、あの民間事業者の方にいろいろ協力している。で、委員ご指摘の、あのケースは、あの民間事業者の方、あの。 きょうの質疑の,の,の中でもあの、えー、宮崎の油津あの商店街の例もございましたけども民間企業の方があの自分たちの土地を少しこう削ってですねこうオープンスペースを作って、えー、そこにその、えー、いろいろなあの旅行の方とかあの買い物客の方を通す、まあ、あのそれ自体と。してはあの 利益を生まない空間でございますけれども、そこに人が集まってくることによって、賑わいをもたらすというようなことをです、ね、民間の方が自発的にやっていただいているところなんです今回はその官民で計画をして、公共空間もなるべく歩きたい。 歩きやすくすると、例えば車道の歩道化をするんですが、それに合わせて民間の方も、じゃあ、自分の軒先もです、ね、これも公共空間の一体として提供しましょうというような場合がございますので、そういったその自由に使える空間を民間側で用意していただいた場合には、その分、まあ、その分というか、それに代わって、固定させを5年間の措置でございますけれども、半減するというようなことで、促進をするというような制度でございます前田清さん。 公共空間のリ,モリノベーションの交付金というの考え方についてはどうなんですか北村都市局長。あの失礼ししまた公共空間の,あのリノベーションについては、これはむしろあの公共側でございまして、例えば今申し上げました、あのこれまで車道だったところを、えー、歩道化すると、えー、そのためにはあの例えばの、舗装の打ち替えとかですね、そういったあの費用がかかってまいりますので、そういったそのお事業につきまして、えー、交付金で、えー、国の方が支援をするというものでございます上田清さん。 まあ条件づくりをですね何らかの形で国交省が行っていくという考え方でもう一つは民間で,ですねいわゆるエリアのコーディネートをする人たちなりをきちっと手配をして 非常に居心地のいい空間を作っていくというまあこういう考え方が入っているわけですけどもどちらかというとですね私は公が空間をですねきちっと整備していけばですね黙っててもその空間をですね活用すべき形は当該市町村あるいは地元の商工会商工会議所あるいは商店街などがですね 行っってていいいくものだという,ふうに思っています中途半端にですねどっかの町づくり仕掛け人みたいな方々にですねこの来てもらわなくてもあるいはそういったものを指定しなくてもですね十分だというふうに思っております今資料でですね埼玉県の春日部市というところで県の管理であります河川整備をですね県がしっかり もちろん地元、町内会等々のです、ねえー、市、当局はじめです、ね、関係者の意見を全部聞いて何回も話し合いをした上でできるだけご要望を生かす形でのこの河川の整備、並びに遊歩道の整備、えー、そして、えー、形、まあ、まさに居心地のいい歩きたくなるようなです、ね、空間づくりをやったんですね。 これはたまたまその絵はです、ね、商工会議所が主催,主催,主催してです、ね、行ったス涼、まあ、みの会であるんですけれどもふ、まあ、普段から土日などはです、ね、ウォーキングの方々が、まあ、今はちょっと違いますけれども大変多くてです、ね、非常に熱心にさまざまな取り組みをです、ね、商店街が企画したり商工会議所が企画したり 様々なことをやっているんですね私は何かいろいろこう考えすぎじゃないかと形を整えてあげればですねやっていただけるまたやらないとこの地域の再生なんかできないというふうに思うんですが何かこう必要以上にですねこう枠組みをですね作って 指定するうんうん等等ですね、やりすぎてんじゃないかというふうに思っております。赤羽大臣ですね、こう何回か他の質疑でもありました。その都度法律を一部改正しながらですね、計画をその都度ちょっとネーミングを変えながらですね、やってきてるんですけども、むしろきちっとしたですね、環境整備に関してですね枠組みをきちっとやったらですね。 ここういういとあんまりやらなくてもで,すねできるんではないかと、こんなふうに思っておりますが、いかがでしょうか中葉大臣。まああの率直に言って、私、お答えするあのなんていうか、材料があまりないんですけあども、なかなか、あ多分ですね、地方自治体によっては、こうした仕組みが必要なく、このれん、貸す壁ですか、のこのようにうまくいってるというケースもあれば、 なかなかこうしたことの仕組みが整わないところも多分あるんじゃないかなとですからそこに規制緩和なり、えー、公共の提供とかあそこにあの民間事業者も誘致するみたいなことで、まあ、実,実例としてうまくいってる例もあのいあの全国でも数多く出てきておりますんで私あの使わなくて済むんだったら別につ 使わなくて、まあ、無理やりこれでやれということではないんではないかと思いますので、選択肢というか、材料というものを提供すること自体は、そんなに否定されるものではないと思います、であの日南市ですとか、あの栃木県の上三川町という、まあ、人口3万人のところでもです、ね、普通でやれば相当過疎化が進んでいると思いますけれども、さまざまな創意工夫の中で。 えー、頑張られているところもありますので、それを、まあ、国としてもできることをあの、まあ、しっかりあのあ後押しをしたいという、そういう趣旨でありますので、なんか国が押し,押しつけがましくやるというような趣旨ではないんではないかなというふうに、私はそう感じております上田清さん大臣あの、中身もそれはよく分かった上で言っておられるわけであります。 要するにですねいろんなパターンがあるんでそういうパターンをですね、まあ、尊重しながらやらなければならないということをですね私は強調しているわけでありますよくこの指定の話が出てきますのでこの指定の話に関してはですね非常に前唾だと私は感じておりますなんか書類を整えて指定を受けなければというところからのスタートになってしまいますのでですねそこをですね、えー、きちっと えー、見ていただく形が整わないと、本当のまちづくりはできないんじゃないかということを、いつもあの感じておりますので、あえて申し上げました、ありがとうございました。終終わりまますすすにご発言ももないようですから質疑は終局したものと認めます ご意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。一枚残しました。これより討論に入ります。ご意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。